お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら高回転フォークデッキエリババ入り、やっていくんですけども、前はねこうミニピッカだったりヒースピノークがコウモリ、そしてあとファイブがね、クイクかで、まあ、よく使われてたデッキなんですけども、このヒースピ型ホグデッキなのか高回転エリババで攻めるのか、まあ、わかんないようなこのデッキで、世界ね、まあ、何位だったかな、3位ぐらい、そう、上位に行ってる人がいたので、ちょっと今日は紹介できればなと思います。まあ、高回転ホグではあるんですけど、多分主にタワーを削るのはエリババなのかなと思います。守ったエリババにアイゴレつけてカウンターするだけでヒースピ添えてね、それだけで多分勝てるようなデッキだと思います。で、まあ、対空がね、まあ、ロケット奉仕と、まあ対空と呼んでもいいのか分かんないヒースピしかいないんですよ呼んだらダメか、ヒースピを対空ユニットって呼ぶ人はあんまいないと思うんですけど、よいしょ。まあでも本当にそれぐらいしかいないので、まあ空はねちょっときつめなのかなと思います。さあ、ポイズン言うのはラムデッキだったり、わかんないですね。なんかメガナイト、エリババだったら、なんか、ファイボーがよくいる、あるんですよね。まあでも、それの、ポイズン型なのかなっていう気もするんで、これはね、ちょっと添えたいんですけど、メガナイトでね、踏まれるのが嫌なんですよね。だからちょっとやらなかったんですけど、さ、メガナイトいないかもしれないですね。工場バーバリアン。言う、でもいない説が出てきたな。まあホグで攻めたらエリババ咲いたので、今回ユーノとかでザッピーか一発二発ぐらい入る。いや、いるんかい、余裕でいたな。さあ、多分これはポイズンかな。まあ、でもエリババでボコボコにしてあげてヒースピで回復してあげれば、こいつがねしっかりカウンターに行ってくれるので、行ってこい、ゴーゴーレッツゴーレッツゴーザピー。さあ、まあここは取んないですね。というわけで今回の相手はメガナイテリババのねユーノ型ですね。僕もよく使ってる、でもユーノザッピーのポイズンっていうすごいなんか複雑なね型をしている気がする。さあ、ホグ飛ばしたら、まあ、メガナイトかエリババかどっちかで止められる。で、ちょっと削っていきたいのでロケット押しでね、ちょっと、ああ、めちゃくちゃいいユーノ。それはさすがにめっちゃ、うわ、なんかすげえ多いな、いろいろ。で、これはちょっとね、よいしょ。こっちをせいで、うわぁ、痛え。メガナイトエリババ、メガゴザッピ、工場ババですね。このデッキはね、すごい面白そう。なんなら僕が使いたくなってきましたね。耐えるよ。耐えますよ、僕はこっから。さあ、耐えて、耐えて。ザップがないんでね。いや、あるんかい！ある。よいしょ。いやいい、耐えてる、耐えてる。いや、アイゴレ、アイゴレが、並んでる、並んでる、並んでる。そんな場合じゃねえんだよな、マジ。いや、これやべえな、マジで。どうする？全然攻めがね、メガナイトもエリババもいて、俺の攻めがね、すごい通んないんですよね。しかもあれにエリババ咲いたら逆再工場すぐ来ちゃうんで、まあ、これ咲いて、エリババで止めて、このエリババの方にこの人たちに来てもらって、で、このエリババが働いてくれて、お、これカウンターでアイグルつけて、あるある。で、こっちをですね。これ多分決まったっすよ。いや、全然決まらんか。ザピいい、あと3発殴りホグ12、全然やばいやばいきつすぎる、きつすぎるよ。んつけいいよ、頑張った、いいよ。いや、しかもこのホグに、ホグにじゃねえ、この花火職人にねホグつけたら、まあ多分メガナイトかな。いや、ザピ、ああ来るんかい。いや、ホグ一発、ヒースピ初めて活躍したよ君。いや、これ許容でよかったな。さあ、守る。さあ、もう本当に頑張るしかない。もう僕は今頑張るしかない状況。だからいろいろ頑張ります。よいしょ。いろいろ頑張る。ロキホいるから、ロキホでね、全部守れると信じて。アイゴロをちょっと回復してあげるのいいっすね。よしよしよし。
ロキを信じて、ロキを信じます。ロキで全部守れます、多分。オッケー、いや、ロキを信じろ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 、オッケー、来た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 、オブダ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 、いや、これはやばいっしょ。しかも多分777や、これ来たー、ゴッドっすね。あの、まあ、あんま分かんないと思うんですけど、2000年の人はね。いや、でかっ。あの、陸には多分強いんですね。今のアイグルス系ヒースピカで、まあ、ロケ砲ウッドでも一回アイグル回るんで、多分陸には強いはずのデッキです。空には多分勝てない、結構勝てないと思うんですよ、バルーンとかね。まあ、今みたいな陸にはやっぱさすがに勝ちたいよね、というね。いや、バカ疲れたな今の。今ね、やばいっすよね。なんか、ボコボコにされてたもん、序盤。さあ、マザネク、エリババ。やっぱ最近、もう流行ですからね、この辺が。で、エリババをね、積極的に残すような感じで守ってあげて、あのエリババ受け、地味にむずいですからね、相手。めっちゃ綺麗に守られてんの。お？いいね。相手のトリトンが、バカだ。いや、でも俺のロキホンも、バカだ。さあ、ロイ J か。今回ロイ J ですね。なんで今ここで6個揃い来られたらもう泣いちゃう。マザネクトリトンのエレキがいない方かな。多分スケヒースピの高回転ロイ J だと思いますね。さあ、一応僕も高回転なのでついていける。エレキ、うん、スケヒースピだったかな、中身覚えてないですね。スケとヒースピがいるかどうかでエレキかどうかが変わりますね。うん、エリババで、これに僕がエリババを合わせちゃうと普通にロイジェが止まんなくなるんですよね。だからこれはあのエリババ使わずに守りたい気がします。どうだな、使っていいのかな。あ、めちゃくちゃいいヒースピ。さあ、でもまあこれはあいつがね、そうそうそう、トリトンがいるんで、うっ、いやー、ハードっすね。ハードがのすごい引いちゃうんだな。で、ここはちょっとあえてウッドを使わずにカウンターの形を作って、で、ホグですね。あの、同サイド行っちゃうとあいつがあるかもしれないんですよね。名前忘れた、ファイボ。いや、まあまあいいウッドしたのになんで残ってんだ。さあ、全員すぐ舞台になっちゃうからな、裏切り者め。うん、で、なんとなく逆。どうしたらいいか。なんで逆言ったんや、俺。まあまあまあ。で、ロイ用にエリババマジ一生取っとかないといけないですね、僕は。いやー、いてーよ。このエリババがいてーよ。で、あれはさすがに 5T でしょ。一旦防衛。僕はまあダメージ今勝ってるから、まあ、勝ってるに入るのか分かんないぐらいのダメージなんですけど、トリトン。このロイは、エサロイっすよ、多分。僕、ホグ行くじゃないですか。で、ヒースピ添えて、トリトンで引っ張れないんで、これ。飛んで、飛んで、飛んで、飛んで。しかも、エリババを引っ張るトリトン。相手のトリトン、マジで無能だな、さっきから。いや、でけえ。いや、来たっすね。まあ、ロイはあとエリババで守れるので、僕の負け筋は、ない。ホグ、これだって、あ、これエリババでカウンターされて負けるってパターンはワンチャンあるんですけど、よしよしよし、エリババこっちに使ってくれたんだね。さあ、ウッド圏内グッドゲームというわけで、陸にはマジでめちゃんこ強いですね。だってコウモリをわざわざヒースピにしてるんですよ、エリババを回復するためなのに。そう、ホグヒースピでしたからね。でしょ、まあ空引かなければ最強デッキ、陸の頂点じゃないですか。まあ、スケラぐらいか。トルネ入りの遅延スケラぐらいはきついかもしれないんですけど、さあ、トリティニー来たな。これホグだって刺されですよ、普通は。メガナイツ。これ、ちょっとなんかやだな。めっちゃやだな。どうやって守ろうかな。考えちゃいますよね、いろいろ。あれ、アイゴレ引っ張んな、アイゴレ引っ張んな。よしよしよし。トリトン、あれ、これさっきの、ええ、待って待って、これこれさ、俺人同じか。出た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 、1戦目に当たったメガゴっぽい、あれ、ヤナメだ。
なんか当たったっすね、こんなの。メガナエトリババのメガゴザッピー型。いや、この新型メガナイトすげえ流行ってんな。ウッドでちょっと回そう。トリトンいたっけ、あれ。いや、ちょっとわかんなくなっちゃいますね。なんか一戦目でもこんな人でしたね。こんなデッキだったと思うんだけどな。でもディガーも入ってるからな。いや、すげえわかんねえマジでわかんねえ。これ、まあ、メガナイトで踏んでくるかもぐらいの感じでヒースピ出してあげよう。で、なんとなくロケット押し延命させてあげたいんだけどな。捕まっちゃったな。さあ、あれはどうやって守るかな。スケで寄せて、やべ、オブレイキングケイドしたいな。来ない、これヒースピで、まあまあまあ、一回ね、一回こっち来てもらって。いや、このホグ初めて来たのに決まっていくしかもこれザッピで多分ね、嫌がらせ受けてるから金魚できないんですよね。いや、めちゃくちゃいいね、流れが俺に来てる、時代がね。さげ、あー、流れ終わった俺の時代終わったっすこれ無理すぎ。くさ、あのバルーンだけは無理って言ったんでね、バルーンだったんか。じゃあ、僕の最初の相手のデッキと違いますね。マジか。マジか。ワンパンされちゃった。ワンパンされちゃった。まあ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 。いや、これ、相手が攻めてきた瞬間に俺も攻めればよかったな。あ、マジか。あと800だよ。800だよ。800だよ。800削らしてくれよ。いや、でもトリトンがこっち向いて。あるあるある。あ、一発。うい。待って。ワンチャン？いや、ワンチねえか。だってバルーン飛ばされたら終わるもんな、これ。マジで。バルーンにだけばっか弱いですね。ばっか弱いけどバルーン以外には最強。いや、これでも一時交換しとけばみたいなことも思いつつ、しょうがないですね。あの、なんか最初のさ、あえたった相手のデッキとマジで似てるんですよ。ちょっと見ますね。うん、全然似てねえですね。はいごめんなさい全然似てなかった。いや、メガナイトザッピーまで見て、メガゴ、メガナイトザッピー、メガゴまでは似てるんですね。そこだけでしたね。申し訳ねえ。なんかメガナイトザッピー、メガゴらしいですよ、新時代は。さあ、スケ。ホグ飛ばすか悩むな。なんか飛ばさなくても、ウッドヒースピとか、イチャイチャできるんですよね。で、またアイゴレロケ法で、一生イチャイチャできるんで、僕からこう、攻める必要がないですよね。で、こういうの来たら、まあ、カウンターをね、狙っていきつつ、ダックペリだったら今もうスパーキーかエレジアの2択ですよね。スパーキーの方でした。ホグぐらい飛ばしてもいい気がする。エリババとか使ってくんねえかな。まあ、使って来られたら来られたら困るんですけどね、僕も。さあ、来たぞ。ここの鬼の防衛が。さあ、来た。ディンディン。え、ちょっと待って待って。なんで？は？え？審判、ちょっと待って待って、審判さん、あれ、俺さ、横にスケ出さんかった？あれ、俺もしかして、もしかしてだけどみたいな、あれちょっと待って、あれ、ちょっと待って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 、え、神座、もしかして神座、俺神座された。なんかヒースピが出たのは分かったんですよ。でも、あれ、今のちょっと審議、俺横にスケ出して、スケにスパーキー打たしてエリババで、ね、倒そうっていうプランだったんですよ。で、ヒースピが来たのも分かったんですけど、ヒースピ多分エリババに飛んでたと思うんですよね。僕のここです。さあ、低めオシャレウッディからのからのスケは右端だったもんね。ほい、あ、うわちょっとやり、歯にやりでしたね。背中のゴブジェイ、ゴブジェイの背中のやりゴブか、やりゴブがスケ2体を打って1体は捨ててこっち振り向いたんですね。うわ、マジか。ちょっと、まあ、あれは僕が悪いですね。はい、審判さんごめんなさい審判とか言ってごめんなさい。多分僕が悪いですね、あれは。ああいうこともあるんですね。ちょっと気をつけないと。
今のはね、よくちょっと起きそうな背中のやりこぶで2体だけね消えて1体無視してリババが殴られちゃったんですね。いやあれつれえな、ね、今のは完璧な、なんかいい防衛をもう見せる気満々でいたんですよ。僕は神プレイ来るぞと思ってたらボコボコにされちゃったっすね。いやさあエリババ、エリババ奇跡起こせるよお前なら。あれなんだこれ、バルキリーマジアチトルネって今マジアチアトルネオールブレイカー全然いないんですよね。なんかそんな強くないっていうから結構ねゴリ押されちゃうエレジアイとかに。けどスケ型なんですよね。これもちょっと新しいですね。バルキリーマジアチアスケのデッキはねあんまないっすよね。ファイボーわわかりません。ホグでした、ごめんなさい。相手はそういえばホグさっき飛んできてましたね。ホグマジアチだ、なんか新しいっすね。だからこれをしかもテスラ、いや今度回って見せかけてくるで、今度回、おーマジアチャーホグ、マジホグ、マジアチャーホグか、ちょっとやだな。なんかでもさあいい感じのロケ砲テスラ取るね。あガンメタやんけこれ。待って終わった終わった終わった、無理だ。ちょっと待ってこれどうやって勝つ。クエイクだったらね、クエイク削りがすごい活躍するんですけど、行ってこい。テスラが強えぞ、テスラが強えぞ。マジでしょ、ういふっからのトルネ使ったぞ。テスラが回んのか、回んじゃねえぞ、回らんけど止まっちゃう。あん無理。いやこれ無理でしょ、これはね100回に1回の無理なやつだな。なんならバルーンの方が勝てそうなぐらいな気がする。だが一つ勝ち筋としては、守って守って守ってフルカンワンパングッティングゲーム、マジアチ来ないかなこれに。いやテスラがやべえな。そうクララのねぶっ壊れカードナンバーワン。ロケオ強え、待って待って待って、あー弱っ。でこれどうせトレになるからホグこの辺でもう出してあげて。いやめっちゃいいんだよな、さっきからファイボとかのエイムが、イルブとつる回復バルキリー来る、ウッドでしばき倒して俺がしばかれる、よいしょ。あこれ無理っすよね、ちょっと突破が。これ勝てる誰か教えて。多分ね無理、これ勝てる人はね多分いないっすね。ハッカーぐらいならいけそうですけどね。おしゃれトルネが来るぞ、ピューン。まだ耐える、いやん耐える。最後にワンチャンエリババのワンパンがあります。いやマジワンチャン、いやマジすげえ邪魔なんだよな。いやワンチャンあります。でバルキリー来る、うっホグ来る、ヒースピーホグ消せ、あー消された。はい、まあこれはねしょうがないやつですね。というわけで、まあ、相性にすごい左右されやすいデッキではありますが、まあ、陸には強いので、あのこのホグデッキもね皆さんぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れ様でした、またね。